第31回ということで南知多の秋祭り、もうたくさんお店が出てますね。皆さん手作り感があるところがあったり、あのお店屋さんもいろいろ持ってきたりしてるんで、漁協さんが来てたり、商工会さんが来てたり、子供がたくさんいて家族連れにぴったりな日曜日ですね。今日はぐるっと回って楽しんでいきたいと思います。皆さんもよかったら第31回足を運んでみてください。それでは回ってきます。 めちゃめちゃ人がいっぱいいます。わあ、すごいですね。お祭りですね、これ。あ、串カツ。けいちゃんもあります。これ岐阜ですかね。岐阜からも出店があるって書いてあります。うん、すごい。南知多の産業を知ってもらおうみたいな形で、お客さんたちが楽しめるように作ってるんですね。すごいですね。 東南が出てきて、プライドホルド。あ、手羽先あります。手羽先。もうすぐもらえるから。ちっちゃい子供たちもめっちゃ楽しんでます。すごい。はい。釣りたいし。釣りたいしです。よろしくお願いします。なかなかイケメンです。この人知ってるって言われとるよ。すごい。 あ、モロザキ朝市でね、取材させていただいたところですね。はい、ざいまーす。<笑>はい、よろしくお願いします。あのポスターとかが貼ってあります。<笑>はい、でこの間のモロザキ朝市の方に付き合うために取材をお邪魔させていただいてますんで。一枚朝市入ったじゃないですか。はい、知ってます。またよろしくお願いします。お願いします。はい、なんかスタッフさんたちっていうかお店屋さんがえらいアットホームですね。そうですね。<笑>すごい輪投げまでやってますよ、子供たち。縦木もある。 子供楽しいですね、これは。すごい。たこ焼きまである。このなんか、南知多のファミリーイベントっていう感じだね。皆さんが手作り感がやっぱいいですね。休憩所もあって、あそこで食べたり休憩したりする。はい、焼きそば。はい、あ、こっち側を見なかったね。<笑> 地元の農産物即売。すごい賑わってますね。はい、青年部の花卸。すごい。野菜もいっぱい売ってて、人が多すぎて中に入っていけないという。<笑>すごい賑わい。はい。これだ、白川町。あ、これですね。<笑> 大地くんも渓流釣りに行く白川町のブースもあります。あー、すごい。消防の。これはなんだ？ジャンボせんべい。これせんべい。これせんべいを焼いてる機械です。はい。焼いたやつはそこら辺で配ってます。あ、そうですか。ちょっと見に行ってきます。大きい。<笑> 焼いたやつ、これか。焼いたやつを配ってる、これか。ジャンボせんべいです。あ、すいません。どうぞ。いただいちゃって、もういいですよ。あ、まだあったかい。あったかい。あったかい。いただきます。はい、どうぞ。あ、おいしい。これは八百津町って読むんですか？八百津町。ほのかな甘みと。お、結構しっとりした食感で。へぇ。焼き方が美味しいですね、やっぱり。<笑>
献血の車。南知多だけじゃなくて、いろんな地域の。そうですね。うん。スポーツみたいな方だかね。よろしくお願いします。いろんな趣味の情報とかいい話があるから。最近クロダイをバラしました、篠島で。いや、いただかれた。大きなやつ。ここでも楽しみにやっとるんだ。はい、お世話になってます。また可愛がったってください。こんにちは、アグリスさん。またよろしく。よろしくお願いします。お願いします。いや、嬉しいですね。いっぱい声かけてもらって、はい、久々のお兄さんに。信州、あ、豊浜のエビせんべい組合。あ、エビせんべい屋さんです。こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。食べてください。お土産してください。すごい。パパ、あ、いろんな方たちに配ってる。本当だ、みかん酒がありますよ。大人気みかん酒、いいですね。こんにちは。おなじみのみかん酒ですね、はい、今日車です。車なんです。はい、でも飲めます、この子は。僕運転手なんで。僕車じゃない、はい、飲まれます。久々に味見します、はい、じゃあ味見させてもらって。これ大好評なんですよ。いろんな人配ってるんです。大地くんの友人の芸能人の方たちに配ってて、皆さんすごい喜んでくれて。いただきます。味は知ってる。あ、でもやっぱり美味しい。もうみかんをこのままギュッてした感じの旨味と甘味とフレッシュさと、炭酸水で割ってもらったりですとか、あとはまあお好みのいろいろなものと割っていただいても、うん、はい、本当人気ありますからね、これは。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。もうどこのゆるキャラか分かんない子たちがいっぱいいますからね。はい、アイちゃんだね。アイちゃん。あ、豊半商店さんもいますよ。あ、本当だ。日本一美味しいイカの姿焼き。いや、くるっとじゃ回りきれないですね、これ。来年はぜひ皆さんも足を運んでいただきたいと思います。本当に魅力がいっぱいですね。